どうしようかな。サボさん、何していたんすか？おう、コッシー、この間相談をされてね、新しく皆さんに喜んでもらえる場所を作りたいんです。僕たちも楽しいところがいいんだもん。楽しいところか、楽しくてみんなが喜ぶところ。そうなんだよ、何にするか悩んじゃってさ。僕、それなら遊園地がいいな。お、遊園地か、いいね。早速作ってみよう。うん、コッシーも手伝ってくれ。おいーす。なあコッシー、遊園地といえば何がいいかな。まずはメリーゴーランドっすよ。メリーゴーランドか、よし、早速作るよ。まずは回る土台を作るっすよ。お、カラフルでいい感じだね。次は真ん中に柱を立てたよ。うわー、上がクリームみたいでかわいいっすね。あとはお馬さんを置くっすよ。完成。おお、すごい、かわいいな。ちょっと回してみるか。わあ、きれいに回ってる回ってる。いい感じっすね。次は何を作ろうか、コシ。次はそうっすね、観覧車なんてどうっすか。お、いいね。まずは観覧車の土台。わお、観覧車すごい高いっすね。そうそう、忘れちゃいけない、観覧車なんだから旗を立てなくちゃね。旗がつくとなんだかシンボルみたいでいい感じだな。最後に観覧車の座るところつけてくっすよ。観覧車完成したぜ。カラフルでいいな。そうっすね、ちょっと僕乗ってみたいっす。できたのが嬉しいのはわかるけど、もうちょっと後でな。おいーっす。サボさん、僕アトラクションもいいと思うすけど、電車とかも走ってたらかわいいよね。お、電車か、いいねいいね。ご要望にお答えして、こんなカラフルな電車を持ってきてみたよ。うわー、いいっすね。それだけじゃないんだぜ。じゃーん、後ろに荷台をつけたからみんなが乗れるんだよ。ほんとだ、いいないいな、早く乗ってみたいっす。そうだよコッシー、大事なもの忘れていたよ。なんすかなんすか。確かに乗り物とかアトラクションも大切だけど、トイレがないじゃないか。あー、ほんとっすね。トイレ作りましょう。便器に洗面台だろ、ハンドソープにトイレットペーパー、みんな必ず手は洗うんだぞ。扉もつけて、出来上がり。うわー、なんかトイレもかわいいっすね。これならみんなちゃんとトイレにも行ってくれるし、手も洗ってくれるな。次はブランコでも作ろうかな。ブランコいいっすね。木につながっているブランコだよ。いいな、でもなんかちょっと足りないな。あ、そうだそうだ、へへ、木の上にお花をつけてみたぞ。くるくるっと
回るようになってるんだ。いいだろう、かっこいいだろう。なんかいっぱいできてきたっすね。そうだな。でも何か足りないよな。そうだ。ねえねえサボさん、乗り物だけじゃなくてアイス屋さんとか置いてみよう。いいね。よし、お店ができたぞ。サボさん、これ何のお店かちょっと分かりにくいっすね。そうか。それじゃあ、はい、ドン。どうだコッシー、上にアイスクリームを置いてみたよ。すごいっす。あれならよくわかるっすね。お店の中にはアイスクリームも飾っておこう。アイスと一緒にジュースも飲みたいんでジューサーも置いてみよう。お店の前にテーブルと椅子も必要だな。うわー、とってもいいお店になったっす。まだまだ作っていきたいっすね。次はあれだな、台を置いて、その上にこの車を置くよ。できたできた。これね、上に乗るとビヨーンビヨーンって動くんだぜ。いいね、かっこいいね。ねえねえサボさん、僕秘密基地みたいなのもあったらいいなって思うっす。秘密基地か、いいね。まずは土台を置いて、あ、そうだ、これにこんな感じで見てくれ、滑り台をつけてみたよ。うわー、サボさんナイスアイディアっすね。ここにドーン、秘密基地をつけて、これも忘れちゃいけないっすね。旗を立てて、滑り台付き秘密基地の完成。すごい、かっこいい秘密基地で楽しい秘密基地なんてサボさん天才っすね。えへん、もっと言ってくれ。なあなあコッシー、滑り台ってみんな好きだから、大きい滑り台があったら盛り上がるよな。いいっすね、大きい滑り台、僕も滑りたい。まずは土台だよ。そこに滑り台をくっつけていくよ。こっちにもつなげて。わあ、サボさんサボさん、高い滑り台だから柵も必要っすよ。柵もつけて完成。でっかい滑り台っすね。乗るのが楽しみっす。うわあ、サボさんとってもたくさん作ったっすね。ああ、コッシー協力してくれてどうもありがとう。おーい、サボさん、コッシー。お、チェイスじゃないか。おいーす。みんなで何をしていたの？見て見て、いろんなアトラクションを作っていたところなんだよ。ほんとだ。すごいカラフルでいいね。出来上がったからみんなを呼んでこようと思っていたんだ。僕も後で仲間を連れてきてもいいかな？もちろんだぜ。ありがとう。じゃあその時僕もちょっとサプライズを持ってくるね。サプライズ、なんだか楽しみっすね。よしコッシー、準備もできたし、早速しずえさんたちを呼びに行ってこよう。おいーす、絶対喜んでくれるっすね。しずえさん、豆吉、つぶ吉、お待たせ。とびっきりの遊園地ができたぜ。うわー、すごくたくさんの遊具。あ、アイス屋さんもあるんですね。なん
とっても素敵な遊園地です。コッシーにサボさん、どうもありがとうございます。これならみんな楽しんでくれるだもん。喜んでもらえてよかった。早速皆さんを呼んできます。そういえばチェイスもみんなを連れてくるって言ってたけど、いつ来るのかな。サボさん、お待たせしたぜ。お、今ちょうど話していたところだったんだ。お待たせしてごめんね。みんなとサプライズを持ってきたよ。お、サプライズ。そういえばサプライズって何何？じゃーん、これだよ。いやいや、すごく高くてでっかいな。友達のトーマスに頼んで持ってきてもらったんだ。こんにちは、サボさん。こんにちは、トーマス。すごいでかいもの、どうもありがとう。どういたしまして。僕たちが走ってるところもぜひ見てみてよ。お、楽しみだな。行くよ。僕たちのアトラクションもすごいでしょう。すごい大興奮だぜ。素敵なアトラクションをどうもありがとう。さあみんなで早速遊ぼう。さあみんなでアトラクションを探検するっすよ。私はこのメリーゴーランドになりたいです。わー、すごく楽しい。メリーゴーランドに乗って本を読むのもいいな。素敵なメリーゴーランド。せっかくサボさんも作ったし、ブランコ乗ってみようかな。行くよー、それ。なかなか上出来だぜ。上のお花も回ってとっても素敵なブランコになったぜ。わあ、すごく高い滑り台がある。あれやってみたい。いくよー、シュー。私もシュー。迫力満点、とっても楽しい。見て見て、アイスクリーム買ってきちゃった。アイスいいな。私たちも買いに行こう。行こう行こう。冷たくてとっても美味しいね。楽しい遊園地でアイスクリームもあるなんてとっても素敵。オレンジジュースもいいな。アイスクリームもいいな。迷っちゃう。たくさん遊んでたらトイレに行きたくなっちゃった。トイレトイレっす。よいしょっと。間に合ったっす。手もちゃんと洗って、ピカピカ、すっきりした。どれにしようかな。お、秘密基地みたいなのがあるぞ。行ってみよう。よいしょ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 。上まで登れたよ。開けてみるよ。オープン。おお、先客がいた。ほう、こんにちは。滑り台滑ってみるよ。シュー。滑り台に秘密基地。
なんて素敵なアトラクション。サボさん、次はどれにしようかな。お、あれが開いてる。やってみたかったんだよね。行くぜ。ぴよーん。楽しいぜ。こっちのトーマスのアトラクションも忘れちゃいけないんだもん。とってもスピーディーでかっこいいんだもん。ずーっと見ていられるだもん。あ、ジリーさん、あそこに観覧車があります。本当だね、一緒に乗ろうじゃないか。すごい、くるくる回ってとっても気分がいいね。てっぺんはとっても高ーい。うふん、お空の近くに来たみたい。とっても素敵な遊園地。カラフルでアトラクションもいっぱいあって、おいしいアイスクリームもあって、みんなとっても楽しそう。トーマスのアトラクションもすっごくスピーディーでとってもかっこいいよね。うん、僕も乗ってみたい。サボさん、みんなすごく楽しんでくれたね。ああ、作った甲斐があったってもんよ。僕ももっと遊びたいな。しょうがないな、コッシーは。じゃあみんなでもっと遊ぼう。それじゃあみんな、またねー。